番組をご視聴の皆様、こんにちは。地方独立行政法人天王寺動物園園長の向井と申します。107年の歴史を誇る天王寺動物園は昨年4月地方独立行政法人化され、動物のことを第一に考え、動物福祉に配慮した国際社会に貢献し、世界に誇れる動物園を目指し、人にも動物にも優しい動物園として新しい一歩を歩み出したところでございます。このずっとテレビは月に1回1年間続きます。天王寺動物園としては初めての試みとなります。動物の魅力をお伝えするのはもちろんのこと、一般の方が入れないような裏側探検や自然のこと、環境のこと、 SDGs のことなど、動物園のさまざまな取り組みをご紹介してまいりたいと考えております。番組をご覧になった後はぜひ実際に天王寺動物園の方にお越しください。皆様のご来園を職員一同心よりお待ち申し上げております。それでは天王寺動物園のずっとテレビ始まります。この番組はこの町のホームドクター大阪信用金庫、命をつなぐサラヤ、思いを形にするサンワード株式会社、島のコーヒー株式会社、ボートレースチケットショップリンクーの提供でお送りいたします。今回から始まる天王寺動物園のずっとテレビ、番組の初めに天王寺動物園がどんな施設なのか皆さんにご紹介します。天王寺動物園は1915年大正4年1月1日に大阪市立動物園として開園しました。動物園としては日本で3番目に長い歴史を持っています。広さはおよそ11ヘクタールで、およそ180種1000点の動物たちが飼育されています。天王寺動物園は長い歴史の中で大きな戦争も経験しています。戦時下では燃料や飼料の不足、空襲などで多くの生き物たちが被害を受けることとなりました。後ろにありますチンパンジーの石像ですが、リタとロイドという、戦時中から戦前ですね、大変動物園でも人気者であって、まあ自転車に乗ったりとか、まあ、竹馬に乗ったりとか、さまざまなことをしていたチンパンジーでした。で、まあこのチンパンジーたちは戦争の時には軍事利用ということで軍服を着されたりとかね、そういったこともされて、すごく今では考えられないことも実際に行われていたというチンパンジーたちです。今までの人気だった功績を称えて石像が建てられておりますね、はい。二度と悲惨なことを起こさないという、まあ、メッセージ的な石像になっていると思います。さまざまな動物たちの繁殖に取り組んでいる天王寺動物園では、日本初となる動物の繁殖も多く成し遂げてきました。まあ、現在はやっぱりすごく、野生動物が、住みにくくなってきてます。我々の暮らしが良くなるにつれて、やっぱり環境破壊とかっていうのはね、起こってきて野生動物が、住めなくなってきて、でその結果、希少動物って言われるね、絶滅危惧種って言われるような、動物が増えてきてます。で、動物園ではそういう動物たちを、野生では、生きていけないので動物園の方へ連れてきて、動物園の中で、繁殖させる。で、野生に戻せるものがあれば、戻すんですけども、環境が、ね、破壊されとったら戻せないっていうところであるんで、基本的にはもう動物園の中で
その動物を絶やさないようにずっと繁殖させてつないでいくっていうね、大きな使命があります。はい、また SDGs 持続可能な開発目標への関心が高まる中、動物園の環境への取り組みも大切な事業の一つです。まずその SDGs なんですけどもね、ここにあるように、17のね、項目の目標っていうのがあります。これは2030年までに、企業さんとか団体さんみたいなところがですね、この目標に合わせて、持続可能な開発目標って言われてるんですけどもね、これに合わせて2030年までやっていく、取り組んでいくっていう内容で、動物園天王寺の場合はこの、17項目の中で動物のためにね、どういうふうな活動したらいいんやろうということで、動物園独自にこの中から、12項目を、選んでます。で、まあ、一つ目の目標は、学ぶ機会、皆さんにね、動物のこと、学んでもらおうという、そういう機会を提供しますよということで、ズーミュージアム、その辺ね、使って、みんなに勉強していただくと。で、それからあとは園内環境の整備ということで、まあ、園内にですね、キッズトイレですとか多目的トイレ、それからあとは、無料の、ね、給水スポットなんかをね、設置したりしてます。それとあとは、調査研究ということ でこれはね、野生動物が、どんどん減っていってるという中で、天王寺動物園だけではね、やっぱりそういう、減っていってる動物を、守っていけないということなので、他の動物園とかあとは大学とか、調査研究機関、そういうところと、ね、一緒になって調査研究っていうのをやってます。で、それとあとはエコの取り組みっていうことで、まあ、エコバッグを使いましょうとか、あとはゴミを分別しましょうとかね、ペットボトルのキャップ、そういうのもね、再生しましょうとか、そういうふうな取り組みもやってます。それと最後に、パートナーシップということで、まあ、動物園だけでそういうことを広めていくんでなくって、普段からそういうね、環境のこととか、SDGs のことについて考えてはる企業さんとか団体さんなんかと一緒に、天王寺動物園の中で、イベントをしながら SDGs について、学んでいって、皆さんもできることは何かなっていうのをね、勉強してもらう、そういうふうな取り組みをね、今やってます。動物園開園100周年にあたる2015年には、園の東側に天王寺公園エントランス広場天芝がオープンし、天王寺、阿倍野に新しい人の流れが生まれました。それに伴い、動物園でも天芝ゲートを開設しました。また2021年には、動物園の使命や希少動物などの剥製などを見ることができる天王寺ズーミュージアムなどの新しい施設もオープンしました。そして2022年4月、動物との触れ合いと観察を楽しめるフレンドシップガーデンがオープン。開始から多くの来園者でにぎわっています。今後、新しい獣舎も作られ、人にも動物にも優しい動物園へと進化を続ける天王寺動物園。初めての方も、懐かしいという方も、ぜひ来園してみてください。きっと驚きと発見の一日になりますよ。令和4年6月7日、大阪府立住吉高等学校の1年生の生徒たちを対象に、
天王寺動物園の SDGs への取り組みについて学ぶ特別授業が行われました。希少動物とか絶滅危惧種っていうのは聞いたことあります？授業ではまず天王寺動物園の紹介や絶滅の危機に瀕している野生動物たちの現状についての説明が写真を使って行われた後、天王寺動物園の SDGs への取り組みについて説明が行われました。蚊を、取って生活してるんですけども、オランウータンが生活しているところが木がどん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 切られていって、油やしが終えられていく。人間が捨てたゴミ漁ってるんですね。もうここらで言ったらカラスと一緒ですよね。こうやって人が捨てたゴミを漁ってる。こういうゴミ捨て場の中にね、こうやってホッキョクグマが出てきて、で餌、ご飯、人間の食べ残しを漁ってるんですね。でこんな風な現状が出てきてます。じゃあ SDGs ね、さらに動物園と SDGs どんな関係やねんということなんですけども、SDGs 自体は皆さん、知ってはるかと思います、ね、この17の目標、169の、ね、項目からなってますけども、これでただこの、これを何に、だから人間に対して SDGs にするのかとか、我々は動物を守っていくためにこの行動をやりましょうってね。だから別に何のためにやるっていうのはあれ、自分たちで決めたらええもんなんですよ、これ。だから人間のためになるような活動をしようとか、いやいや動物のためになるような活動をしようとかっていうのは決めていけるっていうので、天王寺動物園では、この中の、12項目についてね、動物守るためにこんな活動やってますっていうのを今やってます。最近だとその社会でエコーを、地球の環境のためにエコ化していこうみたいなんで、例えばプラスチックのゴミ分別したりとかいうのを、やっぱり昔に比べて自分の中でも意識どんどん変わってきたけど、やっぱり自分の中の意識はまだ少ないんかなみたいな今日思って、ウミガメとかホッキョクグマとかがゴミを食べてしまってるっていうのは、やっぱりその社会の問題じゃなくて個人個人の問題なんかなって思うから、気をつけていきたいなと思いました。まず私が思ったのは、今の私たちの生活、日々の生活での行動がいかに地球温暖化などの地球への影響を及ぼしているということを改めて実感いたしました。でまた、今ではゴミ拾いだとか、海にもゴミが、プラスチックゴミの問題がある中で、ゴミ拾いの活動がある中、それだけでは地球温暖化の深刻さや、また、絶滅危惧種の、減り方が増えていくばかりだと思うので、それを止めるために私たちはまた新しい活動を始めたり、普段の生活でできることをもう少し考えて行動していかなければならないなと、ことの深刻さに気づかされました。天王寺動物園には動物たちのためのキッチンがあります。どんなところなのか少し覗いてみましょう。こちらは野菜配膳室、担当するのは小川さんです。こちらではどんな作業をしているんでしょうか？ここは野菜と果物なんですけど、各班に、この表があるんですけど、こんな感じで1日に使う量をどんどん仕分けていって、グラム測って仕分けて切って準備する仕事です。でここが野菜の冷蔵庫で、
もう結構入ってるんですけど。これが白菜と小松菜をちょっと今から使うんで、これを運びます。たくさんの種類の食材があって大変そうですね。どれくらいの量の食材が届くんですか？野菜とかは1日だと多分野菜果物だったら200キロぐらいですね、が2日に1回で、まあ、あの来る日によって野菜の量とかも違うんで、いろいろ来る日はもっと多いです。でこれにします。これは蒸し器ですね。あのさつまいもだったりごぼうだったりを、まあ、その季節によってこれもまた野菜変わってくるんですけど、蒸して動物に与える用の餌ですね。こんな感じでなんか変わってったり、玉ねぎを蒸したり、今はブロッコリー蒸してないんですけど、蒸すときは蒸したりしますね。生の食材だけでなく、動物によっては蒸して与えることもあるんですね。お仕事をする上で気をつけていることは何ですか？まあ、結構やってることはすごいあの単純で簡単かもしれないんですけど、まあ餌を扱うので品質とかもこっちでまあ管理しないといけないので、何かあってからでは遅いので、この食べ物でお腹壊したりとかもしちゃうと思うんで、そういうのも見抜いたり検品したりするのもまあ調理場の仕事だと思うので、地味に見えて意外と重要なお仕事だと思ってます。まあ、やっぱりその切る時よりその納品業者さんから納品された時に、まあ、ちょっと状態が少しでもなんかリンゴ一つでもちょっと傷んでたりすれば、もう交換してもらうというか、もう一ケースごと全部交換してもらうぐらい、結構厳しくチェックはするようにはしてますね。こっちで保管するんで、もう1個でも腐ってると、まあ、どんどん他のやつも腐ってっちゃうと思うんで、まあ、希少な動物を扱ってるんで、何かあってからでは遅いので、もうそういうとこは厳しくチェックするようにはしてます。こういったスタッフの皆さんの厳しいチェックがあって、動物たちの健康が守られているんですね。さて、野菜配膳室で小川さんが下処理を行っていた食材は、隣にある調理室に運ばれて、それぞれの動物に合わせて調理されていきます。調理室では野菜や果物の他にお肉やお魚も調理されます。動物ごとに食べやすい形や大きさは決まっています。スタッフの皆さんは素早く、そして丁寧に切り分けていきます。また材料が混ざらないように、肉と野菜によってまな板を変える工夫も行われています。小川さんが調理の仕上げに切り分けた材料を混ぜ合わせています。この時に食事だけでは摂ることができない栄養素を補うために、サプリメントやお薬を混ぜることもあるそうです。私たちの前に元気で愛くるしい姿を見せてくれる動物たち、その元気の源は動物たちのキッチンで作られるスタッフの皆さんの愛情あふれる手作りの料理にあるんですね。天王寺動物園からのお知らせです。戦時中の動物園や動物をテーマにした企画展を開催します。昨年は戦時中に処分された動物の剥製、戦時中の園内や動物たちの様子を伝える写真などを展示し、戦争の悲惨さ、平和や命の尊さを訴えるとともに、一人一人が平和のために何ができるのかを考えるきっかけとなるような企画展を開催しました。現在開催に向けて準備を進めています。詳細は天王寺動物園のホームページをご確認ください。天王寺動物園では個人・企業向けにファンクラブ会員を募集しています。ファンクラブに入るとお得な特典が盛りだくさんです。
詳しくはホームページをご確認ください。皆さんのご入会をお待ちしております。この番組はこの町のホームドクター大阪信用金庫、命をつなぐサラヤ、思いを形にするサンワード株式会社、島のコーヒー株式会社、ボートレースチケットショップリンクーの提供でお送りいたしました。